ビバホームでもおしゃれで便利な人気アイテムが。カートに次々と乗せられていく大きな箱、一体何の商品なのか、カインズで聞いてみると、子供たちが学年変わるからそれに合わせての衣替えかな。その正体はレンガ調の立体的な壁紙。去年8月に発売されると人気に火がつき、半年でおよそ4万7000枚を出荷。ではこの壁紙で部屋の雰囲気はどこまで変わるのか。子供部屋に貼るという田村さんに作業の撮影をお願いした。娘さんが長年過ごした現在の子供部屋がこちら。ボロボロになった部分の上から立体壁紙を貼っていく。作業工程は壁紙をカッターでカットし、両面テープで貼り付けるだけ。するとたった15分ほどで部屋の雰囲気が一変。あっという間におしゃれな空間に生まれ変わった。この立体壁紙には他にもメリットが。クッションになるんでそれはいいのかなとは。表面が柔らかいため子供がぶつかった時の衝撃も緩和してくれるのだ。